はい、どうもです。スイーツ大好きおじでございます。今日はねこちらですよ。ダランとシャトレーゼさんでね、アップルパイが美味しそうだったんで買ってきました。お値段がね399円かな。めっちゃ高かったんだけど、ちょっと買ってきた。焼きたての美味しさをお家で再現、2分から2分30秒ねチンしてくれってことなんで、早速出してみます。はい、ってことで早速ね出しました。アップルパイ399円の他にリーフパイっていうのが美味しそうだったんで買ってみました。こちら120円かな、税込みで129円ぐらいだったと思います。さあどうしようかね、やりすぎちゃうとダメって書いてたんで、まあ2分ぐらいでちょっと行こう。その間にリーフパイを食べてみたいと思います。いただきます。うん、結構甘い。砂糖がね、うん、バターが強いね。結構甘いなこれ。実はね1日置いちゃってるから、ホイップがあります。本当はキウイをもらったのね。でだいぶ柔らかくなってきて食べ頃になってきつつあるんだけど、もうそろそろいいかな。でキウイのケーキを作ろうと思ってこれを買ってたんだけど、お団子にかけたりとかさ、なんかいろんなものにかけてどんどんなくなってきちゃったからさ、またね、昨日は食パン買ったら食パンにかけてってやってたから、ちょっとクリームね。うん、もう一回。あ、ジューってなってきてる。焦げすぎちゃうとダメって言ってたからな。でさ、このホイップがさ、明治のホイップが好きでよく使ってたんだけど、なんか終了しちゃったんだって、売り上げ低迷で。残念、あれ結構好きだったのに。よし、もういいかな。すごいジュクジュクいってる。まあ、冷蔵庫入れてたから中まで熱いかわかんない。熱っ、外側はもうめっちゃ熱いよ。さ、早速ね、うん、バターの香りが熱そうだな。側が熱いのよ絶対。うん。うん、サクサクだわ。これは美味しいね。まだね、アップルにたどり着いてない。うん。リンゴは柔らかい。やっぱり中はちょっと冷たい。うん。美味しいけどな。400円は高いな、うん、ちょっとホイップ。ホイップなんか絶対合うよ。ブラックコーヒー。
これ贅沢だ。リンゴはね、かなり柔らかい。お店によっては結構ね、リンゴの食感を残してるお店とかもあるんだけど、このシャトレーゼさんのはかなり柔らかいね。またホイップ買わないとダメだな。カスタードとね、リンゴが合うのよ、本当に。いや、ホイップすごいな。たっぷりいきたいね。贅沢に。ピンポン玉ぐらいになってる。おいしい。でも400円出してってほどじゃないな。美味しかった。ごちそうさまでした。今日はね、シャトレーゼさんのね、アップルパイ税抜き399円とリーフパイ税抜き120円いただきました。美味しいけどちょっと高いかなと、そういう風に感じました。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。